10月10日午前中の取引を終えました。日経平均株価は続落でした。昨日に比べて61円65銭安い23,407円74銭で終えています。トピックスも昨日に比べて 4.85 ポイントの下落で 1756.27 となっています。日経平均朝方プラス圏で推移する場面もあったんですが、結局全日経にかけて上海が上げ幅縮小したというところと連動して日経平均トピックスともマイナス転落して午前の取引を終えています。東証一部全体の半数以上1140銘柄が下落しました。上昇したのは4割に当たる866ということで、東証一部売り物が多かった、売り物先行というのが午前中の動きです。日経225冷やしチャートで水準感確認しておきましょう。日経225の冷やしですが、こちらですね、9月の中旬以降日経平均急ピッチで上げ上昇を進めていますね。上昇急ピッチな上昇を続けてきますが、ここで開けた窓です。昨日はここで開けた窓、昨日窓を開けて下げていますので、この上昇したあたりが、離れ小島のようになってしまっています。いわゆるアイランドリバーサルというやつで、離れ小島を開けてこのように株価がリバーサル元に戻ってしまうと、このあたりに戻ってしまうような動きとなっています。今日もこの昨日開けた窓を埋めるような動きには至っておりませんで、なんとかこの25日線のところでギリギリ下げ止まっているというのが日経平均の動きです。午前中段階では61円安でした。こうした中でなかなか主力の銘柄に買い物が入ってきません。対して買われているのがディフェンシブセクターであります。例えば電力ですとかリクーンといったところに資金が入っています。今日は9501東京電力など電力セクターが堅調な動きとなっています。東電、このところ垂直的な右肩上がりのチャートを描いていますけども、昨日は上昇一服、そして今日再び陽線を立てて買われるというのが東電はじめ電力株の動きとなっています。東京電力は 2% 強の上昇でした。一方で輸出関連銘柄が軟調というのはさることながら、業績発表、決算発表の出始めた小売り株でも売られる銘柄がかなり出てきています。例えば3086 J フロントリテイリングです。 J フロント昨日の決算発表と合わせて通期ですね、2月期通期の売上高予想を下方修正しています。このあたりが相場の軟調試合も相まって売りを加速させたようです。一気に大陰線を引いて売られていまして、安いところではオレンジ色の75日線を割り込むような時間帯もありました。 J フロントは 4% 強の下落率でした。今日は東証一部が全日経にかけてマイナス転落、そして新興市場マザーズ、ジャスダック平均株価それぞれマイナス圏で午前の取引を終えています。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。